はい、皆様ごきげんよう、イブロベリアでございます。今日はですね、初配信の方で、さらっと流してしまった自己紹介の方をね、少し掘り下げてお話ししていこうかなと思います。ただ、長くなると、あれなんで、どれだよって話なんですけど、今回はね、私の生まれと名前の由来についてね、お話しできればなと思います。はい、まず名前なんですけど、イブがですね、ファーストネーム、いわゆる名前の方でございまして、ロベリアがね、名字の方、ファミリーネームですね、になるんですが、時々ね、ロベリアちゃんって呼ばれることがあって、もしかして私、ロベリアが名前って思われているのではという説が、私の中でね、浮上しているんですけども、イブの方がね、名前になるので、そちらで呼んでいただければなと思います。ただ、それでも俺は私はロベリアって呼ぶんだ、だったら全然、構わないんですけど。一応ね、イブが名前の方だよっていう認知だけしていただければなと思います。呼び方に関しては、呼び捨てでも、まあ、ちゃん付け、さん付けでも、あだ名をつけるでも、私がね、認知できれば、私が、呼ばれてるなって分かれば、全然何でも構わないので、お好きに呼んでもらえればなと思います。はい、で、名前の由来なんですけども、実は私、和装なんだけど、実は魔女なので、実はね、魔女なんで、本名じゃないんですよね。神名って言ったり、マナって言ったり、誠の名前って書いてね、言んだりしますけども、今回はね、それじゃなくて、魔女名って言ったらいいのかな。そちらでね、通っているよっていうお話でございます。で、なんで、じゃあ魔女名がイブロベリアになったのっていうのをね、ちょっとお話しできればなと思います。こちらはですね、私の生まれの方にも関係してくるんですけど、私の生まれが、プレイシス大陸のヘルバー地方っていうところにあるロベリアっていう村なんですね。ちょっと地図を出すとね、よいしょ。こんな感じなんですけど、地図で言うと左下にあるのがヘルバーっていうところですね。ここがね、私の生まれになるんですが、ここがね、田舎なんで、魔女がね、今までいなかったんですよ。で、初めての魔女で、イブっていう名前をね、もらったんですけど、で、ロベリアっていうのは村の名前ですね。さっきお話しした通りね。名前の付け方というか、呼ばれ方に関しては、レオナルド・ダ・ヴィンチと似てるかなと思います。彼も、ダ・ヴィンチ村のレオナルドなんで、レオナルド・ダ・ヴィンチって言うんですよ。ちょっとここでね、歴史のね、授業入りましたけど、なんでね、イブっていう名前なんだなーってぼんやり思っていただければなと思います。で、クリーシス大陸ってどういうところよっていうのをね、お話ししていこうかなと思うんですが、はい、こちらね、一応魔力が満ちた、大陸にはなるんですけれども、みんながみんな、じゃあ魔法使えるのって言われるとそうではなくて、みんなはね、ほとんどの人が使えないです。なので、魔法具っていう魔力を込めた道具を使って生活しているという状態がほとんどですね。なので、魔法学校も2つしかなくて、いわゆる男子校と女子校ですね。こちら私が女子校出て、その知識とプラスアルファで知識を得ようと、知見を広めようということで、学校と大陸を出て、旅をしながら活動しているということになっております。なっております。っていうお話でございます。はい、ただ学校のことを話し出すとね、長くなっちゃいますんで、次回か次回以降にね、またこういうやつ作ってお話しできればなと思います。またね、もう少しこういうこと知りたいよとか、何か私に対する質問等あれば、マシュマロだったりとか、コメントだったりとか、ツイッターでメンション飛ばしてもらうとか、いろいろね、していただければなと
思います。なかったら悲しいので、なんか残してってください。はい、では今日はね、この辺で終わろうかなと思います。ではでは、ご清聴ありがとうございました。イブロベリアでした。またねー。